高橋貞太郎は大将、昭和期に活躍した日本の建築家。前田公爵邸や服部邸など豪華な邸宅建築のほか、上高地ホテル、川名ホテルなどホテル建築に集作が多い。滋賀県犬上郡彦根町を生まれ、旧世第三高等学校を経て1916年に東京帝国大学校科大学建築学科で佐野力に学んだ。卒業時には、 成績優秀につき恩師の銀時計を授与された。卒業後、滝川鉄筋コンクリート工務省を経て、1917年に内務省、明治神宮造営局技師となり、佐野力の指導の下聖徳記念会画館の実施設計に従事した。アメリカヨーロッパを外遊。1921年、宮内省匠領技師となり、赤坂離宮の改修や宮邸の建設に関わった。 1925年、学士会館の設計競技に入賞。1925年、佐野力の尽力により、復興建築女性株式会社が設立されると、議員氏を務めた。1930年に独立し、高橋建築事務所を開設。戦争中は、朝鮮半島に渡り事業を手掛けたという、第二次世界大戦後も帝国ホテルなどの設計を行った。 ライオンズクラブやスクイライ運動など社会事業にも関わった。帝国ホテル新本館フランクロイドライトの設計した帝国ホテル本館は関東大震災を耐え抜いたと言われるが実際には少なからぬ被害を受けていた。オリンピック開催を控えた昭和10年代すでに施設の不備による建て替えの計画があり高橋が設計にあたる予定で欧米のホテル視察も行っていた。 しかし、日中戦争のためオリンピックは中止となり、建て替えも実現しなかった。第二次世界大戦後も、高橋と帝国ホテルとの関わりは続き、第一新館、第二新館増築の設計を行った。1960年代、帝国ホテル新本館を建設するため、ライト館の取り壊しが決定した。ライトの作品の保存を願う人々による保存運動が起こり、 新本館を設計した高橋も批判にさらされた。ライト館は1968年までに取り壊され、新本館が竣工した1970年に高橋は成去した。ライト館の建て替えは数十年越しのプロジェクトと言えるが、ライト館があまりにも有名で伝説的な存在であったため、高橋の新本館が評価されることは少ない。 帝国ホテル本館以前にも帝国ホテルが関わった多くのホテルの設計に携わっている。井原ら太郎。時代が生み、守り、壊したライトの帝国ホテル、読売新聞1936年8月27日、長官、1937年1月29日夕刊、翻訳人立てこもる東京裁判判決文に苦心。 朝日新聞昭和23年7月28日、二面第2回東京裁判の舞台裏、ハットリハウス、日本外交協会、2020年8月4日閲覧、ありがとうございます。